ユニオン所属の軽空母、インディペンデンス級のバターンです。あの対戦では多くの戦いに参加しました。みんなに頼れる支援を届けるよう、この艦隊では自分の役割をちゃんと果たしてみせますよ。ユニオン所属、インディペンデンス級のバターン、着任しました。 作戦参加メンバーをご検討のようでしたら、よろしければ、私のこともご意向ください。完璧とまではいかなくても、任務の完遂ぐらいは問題ないはずです。指揮官、ようやくお戻りになりましたね。さあ、今日のお仕事を始めましょう。指揮官、いいタイミングですね。この子のメンテナンスをしていますけど、 手伝っていただけないでしょうか。きっちりと計画を立てて、地道にこなすこと。私が一番好きな仕事の進め方ですよ。指揮官も試してみませんかこの子はヘルキャット。数々の作戦で役に立ってくれた、すごい子ですよ。<laughs> 特にこれといったところはありませんから、 みんなの中では目立たないタイプかもしれない私ですが、自分なりにみんなの役に立てることができれば十分です。<laughs> 私の笑顔が眩しい、ですかえ、えー、っと。<laughs> この笑顔で指揮官をいい気分にできたなら、私も嬉しいです。 もう、指揮官って、こういう子供っぽいところが結構多いですね。任務をこなさないと、実力も伸びませんからね。指揮官、もう少し頑張って、一気に任務を片付けちゃいましょう。任務報酬、嬉しいですね。<laughs> メールが届きました。指揮官、 どうぞご確認ください。お帰りなさい、指揮官。作戦お疲れ様です。次は、私も一緒に行けるといいですね。委託に出かけた仲間たちが戻ってきましたよ。出迎えに行きませんかこれで、もっとみんなのお役に立てるようになりますね。指揮官、ありがとうございます。 思い切って戦って私、全力で支援するから私が、MVP ですか <laughs> この勝利は、すべての仲間たちのものですよ。うん、この教訓を、次の戦いに生かさないと。関西機たちの出番ね。行ってらっしゃい まだ、引き際じゃないよ。ダメ人間のような指揮官は、誰にも見向きされませんよ。しっかりしてください。私も手伝いますから。よし。すべてのお仕事は計画通り。うん。次は来月の計画、と。休日はどう過ごすかって 一人で一日中ゴロゴロするだけかな。私、そうすると一番リラックスできますし、これといった趣味はありませんからね。<laughs> 指揮官と二人きりになる時間が、最近長くなってるような気がしますね。もうちょっと近くに行ってもいいですか じゃ、じゃあ、近くに座って、こう、寄り添っても、いい、ですか落ち込んだ時でも、嬉しい時でも、指揮官がずっとそばにいてくれる。私って、この世界で一番幸せな子かもしれませんね。<laughs> 指揮官と一緒に、 こんな日を迎えられるなんて、なんか幸せすぎて言葉が出てこないです。指揮官、えっ、ー、と、ちょっとだけ目を閉じてもらってもいいですか <laughs> はぁ、あ。し、指揮官 びっくりしました。そろそろ寝ようと思いまして。うん。この格好でヘルキャットちゃんと。<laughs> おやすみー。おはようございます。指揮官ごめんなさい。顔を洗ってきてもいいですか すごく恥ずかしいですけど、いつも、この子を持ちながら寝ちゃっているみたいなんです。仕事の能率は、ちゃんと睡眠をとってこそ上がります。指揮官も、寝るときはちゃんと寝てくださいね。指揮官、ごめんなさい。私、まだ眠くて。 パジャマパーティーですか私も参加したいです。インディペンデンスちゃんはどうかなこのパジャマが一番好きなんです。子供っぽすぎますかに、似合ってる、ですか <laughs> あ,ありがとうございます。 指揮官、お帰りなさい。お休みするのでしたら、枕を貸してあげてもいいですよ。お仕事の時も、休む時も、指揮官がそばにいてくれる。ここまで幸せなことは、なかなかないですよ。<laughs> 指揮官、この子を持ってみませんか